アリスは目覚める。漆黒の中、薄暗い音、血の匂い。この世界がどこなのかは知らない。だが、なすべきことは分かっていた。自分を生み出した作者、ルイス・キャロルを復活させること。そしてアリスは知っていた。その願いを成し遂げるためには、他のキャラクターたちを全て殺す必要があるということを。痛みは感じない。この願いが呪われていると知っているから。ためらうことは許されない。もし滅ぼさなければ、滅ぼされるだけだから。この右腕が壊れようとも、この左腕が裂けようとも、諦めはしない。痛い。その叫びを受け止める。許してほしいなどと身勝手な願いは持たない。怖い。このままあの人に会えないことが、このまま真実を知ってしまうことが。永遠に戦い続ける私と、永遠に倒され続ける敵、どちらが幸せなのだろう。あの人に会いたい。分かっていた。誰かを救いたければ、誰かを犠牲にしなくてはいけない。けれど、本当にいいのだろうか。これだけ多くの命を奪い、これだけ苦痛を集めて、その上に成り立つ救済など許されないはずなのに。ナイトメアに突き立てた刃からドロリとした黒い血が流れ出す。断末魔の叫び、震えながら滅びる魂だが、覚悟を決めた。この惨劇は彼を復活させる唯一の手段だから。束縛、それはアリスを縛る運命の鎖。